台湾に来るのは3年ぶりなんですけど、もうみんな、なんか私のこと忘れちゃったんじゃないかなってそう思ってたんですけど、来たら携帯とかでイオリもファインご愛にとか書いてくれてたりとか、なんかもう会ったことある人ちょっと久しぶりだねって言えたりして、なんかすごくあったかい気持ちになりました。なのですごい今日は一日楽しかったです。台湾ファシーフロンティアしか来たことがなかったので、今回このイベントは初めての参加だったんですけど、まず人がとっても多くてびっくりしました。多かった。そう、ちょっとね、だから怖いイメージがちょっとだけあったんですけど、でも個人的にお買い物をしてたら日本語で話しかけてくれて、これなんかどうするって聞いてるよみたいなこととかなんか聞いてもらえたのが、本当に台湾の人ってすごくあったかいなって思って、その親に連れてってもらって遊びに行って、そこでコスプレイヤーさんっていうのを初めて見て、あ、こういうオタク文化の楽しみ方があるんだなって思って、そこからコスプレをやってみたいなって思って、始めるまではちょっと時間がかかったんですけど、きっかけは完全に日本のコミックマーケットっていうコスプレを見て、あ、コミックマーケットっていう大きい同時のイベントでコスプレを見てやりたいなって思いました。小学校ぐらいからずっとオタクで、漫画だったりアニメだったりゲームが大好きだったんですけど、そんな中でコードギアス反逆のルルーシュっていう作品を見て、もうその中のキャラクターの C2 ちゃんっていうキャラがいるんですけど、その子のことがもう大好きすぎて、少しでもその子に近づきたいと思ってコスプレを始めたのがきっかけです。台湾に来るの3年ぶりなんですけど、もうみんな、なんか私のこと忘れちゃったんじゃないかなってそう思ってたんですけど、来たら携帯とかでイオリもファインご愛にとか書いてくれてたりとか、なんかもう会ったことある人ちょっと久しぶりだねって言えたりして、なんかすごくあったかい気持ちになりました。なのですごい今日は一日楽しかったです。台湾ファシーフロンティアしか来たことがなかったので、今回このイベントは初めての参加だったんですけど、まず人がとっても多くてびっくりしました。多かった。そう、ちょっとね、だから怖いイメージがちょっとだけあったんですけど、でも個人的にお買い物をしてたら日本語で話しかけてくれて、これなんかどうするって聞いてるよみたいなこととかなんか聞いてもらえたのが、本当に台湾の人ってすごくあったかいなって思って、その前ファンシーフロンティアに来た時もなんかそうやって助けてもらった思い出がなんとなく蘇ってきて本当にありがたいなって思いました。昨日台北 ED に行ったんですよ。で、リンタイフォン食べて、小籠包食べて、そう、なんかすごい満喫したので、前それこそ差し入れでもらったことがあって、それがすごく美味しかったので、今回お店の場所を調べて来たので、ドーナツ屋さんに行きたいです。